はい、それではですね、この YYZ の方から音をね、鳴らしていきたいと思うんですけども、まず、一旦オフの状態で、まあ、この楽器とアンプだけの音で、ちょっと今聞いてみてください。大体こんな感じです。ですよね。はい。で、そしたら、まずこの YYZ やっていくんですけども、僕が推奨してるセッティングからね、まずは行かせていただきたいなと思います。なんとなく音を作ってみたんでね、参考にしてみてください。よかったら、はい、こんな感じでございます。めちゃくちゃいいですよね。はい。これ一番僕がね、宅録でよく使うエフェクターなんですけども、本当にね、こういう設定で使っておりまして、ベースらしい低音というか、聞いていただいた、ね、方は多分分かったと思うんですけど、なんかこうね、いっぱいこう弾いてもね、こうちゃんとね、どっしりと下が出てるんで、なんかあんまりこう邪魔しない感じにもなってね、すごい使ってます。なんかね、全体的なイメージとしては、そのこうグッと重心がね、音の重心が下に落ちていくようなイメージで、まあ、最初も申し上げた通り、なんかそのベースらしい音になるなっていうような印象です。はい。で、まあね、この推奨セッティングなんですけど、僕の、まあ、このペダルのこの使い方としては、これですね、タイトスイッチっていうのがあるんですけど、これね、僕はオンにした状態が好きすぎるんで、ちょっと全部オンの状態で説明させてください。あ、ですね、これね、オフにすると、まあ、歪みの質感がちょっと変わっていくんですけど、まあ、一応弾いてみましょうか。まあ、さっきのがオンの状態で、を振りますと、まあ、より低気がボーンって出るような感じですね。はい、まあ、なんで、まあ、とはいえ、まあ、僕、わーってこう弾きまくるの好きなんで、まあ、せっかくなんで、このね、タイトスイッチってやつをオンにして、まあ、ね、文字通りタイトなね、音にして使っております。はい。いろいろと、ね、つまみの、こう、肝みたいな部分はありますんで、ちょっと一個ずつ説明していきますね。マスターは、普通にマスターです。音量がね、まあ、人にはよるんですけど、このオフの状態とオンの状態であんま変わらないように、ね、なんか今ちょっとちっちゃくなった気がするんで、ちょっと上げますね。まあ、まずこのエフェクターの、ね、回路的に、左側のこの、ね、ディープっていう方とドライブっていう方のこの音をね、このミックスのバランスでね、こうやって調整していくんですけど、ここがね、多分一番肝になるんじゃないかなと思います。ちょっと分かりやすく、一旦ちょっとディープの方に振り切って聞いてみてください。こんな感じです。ディープですね。はい。でバンって下に電気が出てるものを、まあ、ちょっとずつ混ぜていくみたいなね、使い方だと思います。次となるはこのドライブの方はどういう音かっていうと、多分これね、聞いたら納得いただけると思います。ドライブの方の音だけこっちです。要はそういうことですよ。なんで、このさっきのディープと今のこのドライブを、モンってしてるやつとバキッとしてるやつを、うまいことこうね、比率をとって音を作りましょうっていう感じの作り方だと思います。次ちょっと、ね、この状態でドライブをいじっていこうかなと
なんで、わかりやすく、ちょっと、上げめなセッティングでいきましょうか。ちょっと9時ぐらい？これ違うですね。3時ですね。3時でいきましょう。はい。こういう感じじゃないですかね 例えばなんですけど、まあ、この歪み感はめっちゃかっこいいけど、もうちょっと提供欲しいなと思ったら、さっき言ったですね、ドライブによって、ここのね、混ぜ率とかもちょっといじってみたりだとかするといいですよね。今の、このね、30ぐらいの歪み、いいなっていうところでもうちょっと提供を出すために、じゃあディープにちょっと寄せてみましょうとか。今、まあ、センターぐらいですね。良くないですか？ なんか結構もうね、キャラクターめっちゃ変わりますよね。そしたら、まあ、この EQ でいじっていくんですけど、EQ、すごいいい意味で、このペダル特有で気にしなくちゃいけないことってあんまりなくて、みんなが多分思ってるローハイミッドっていう感じで大丈夫だと思います。めっちゃ感覚で言っていいんじゃないですかね。かなり効くんで、現実的な範囲でちょっと動かしていきますね。例えば、今、現状のさっきの音から、ロー気持ち上げてみましょうか。こんな感じです。いいロゴだと思います。なんかね、予言とかのあたりすごい気持ちいい感じになりますよね。普通に全然この設定良かったですね。逆に下げると、同じぐらい下げてみました。こんな感じ。軽くなるってことはあんまりないのかなっていうふうに思いますね。だからその時々に合わせて臨機応変に調整していくっていう感じでいいんじゃないかなって思いますね。そのライブハウスだったりとかリハスタとかで積極的に全然いじっちゃって大丈夫なようなエフェクターだと思います。はい。で、次ね、僕いじんのミッドなんですけど、いじってみた感想としては、なんかね、なんて言うんだろう、歪みの質感が結構変わってくるのかなっていう印象を受けました。なんで、まあちょっと極端に上げてみますね。例えば、3時ね。で、逆に下げると、曲とか、そのやってる音楽の中で、どんくらいそのベースの歪みの感じが抜けててほしいなとか、そういうところで使うといいんじゃないかなというふうに思います。最後ね、肺をいじっていくんですけど、これは聞いた方がわかりやすいかな。とりあえず結構上げます。こんな感じです。分かりやすくバキバキしますよね。で、曲を削ると、に皆さんが想像する肺の効き方がするんじゃないでしょうか。こんな感じですかね、使い方としては。ね、最初のほぼフラットの状態で全然いい音は出ますし、場合によっていろいろといじってみるみたいな。で、まあ、まずとりあえず、ね、このミックスいじってみて、方向性決めて、次にドライブいじって、歪みのね、どんくらい欲しいかって決めて、でもまずここで追いかけっこするじゃないですか、ミックスとドライブで。で、もう大体これなんだけど、もうちょっとああしたい、こうしたいを EQ で解決して、で、いいんじゃないでしょうか。で、まあ、この後ご紹介する、その DI2112 と、
まあ、比較したことをちょっとあえて先に言うとですね、なんか、まあ、オンオフスイッチ、まあ、ついてたりとか、まあ、これ自身のこのキャラクターがかなり幅が広いので、まあ、プリアップとして使ってもいいですし、さっき、なんかね、ドライブ3時ぐらい前に上げたみたいな、ね、ソロっぽく使ってもいいでしょうし、かなり使い方幅広いと思うので、まあ、これに縛られずに、ね、いろいろ使ってみてほしいなと思うペダルです。はい、以上です。